こんにちは。こんにちは。皆さん、私たちはどこにいると思いますか？ますか？正解は？は？せーの。アタミでーちょっと。薄いんですけれども、反転してるかな、反転、多分反転しているはず。はい、ということでですね、本日熱海でですね、はい、花火大会が行われるということで、はい、来ました。来ました。ちょっとその様子を撮っていきたいと思います。 Vlog です。初の試み、なんかうまく撮れるかわかんないんですけど、けれどもちょっと温かい目で見てください。思い出共有、イエーイ。画角がわかんない、こんな感じ、あ、かな、なんかね、一応映り込みに注意しつつなんで、うん、そう、モザイクかけるのめんどくさいんで、めんどくさいんで、ちょっとこの画角かもしれないんですけど私たちあれなんですよ、実は去年も来てました。はい、来てましたね。あの時の私たちはギリギリだったんですけど、うん、そうそうそう、ですがそれのリベンジということで、今日はなんと今3時あらあらら、花火は8時20分からです。屋台とかたくさん出てるので、そうそうそう、ちょっとね、前回本当にお屋台も花火終わってから必死にお土産みたいな感じで買ってホテルで食べたもんね。そうだから、そんなにそのやっぱ花火見ながら食べるなんてことできなかったですよ、できなかったわけです。だからもう今日こそはやりたい。大丈夫かな、ガブンガブン言ってない？大丈夫かな。真ん中に手を置いとく。ここ置いとく。ここ置いといてください。去年の私たちは目の前を歩く別の人についていって、周りの人も迷ってて、すごい遠回りしちゃったんだよね。結局帰り道にここ通ったけど実は違かったんじゃない、ね、みたいな。なんか私のさ位置情報逆見てるんだけど、でもこっちだよね。でも人の流れ的にほら潮の香りで判断します。そこだ、思い出の水気順でラーメンの気持ちなんだ。ラーメンの気持ち、ラーメンの気ね、もう今日食べるものはラーメン。あれぐらい強い意志を持って、うん、食に挑みたいよね。でこれあったうちらなんか人がいないですよね。多分さ、ここの道こうやって入んなきゃダメなんじゃない？ありがとうございます。あ、ここじゃない、ここ、あ、ここ、ここ入ろう。こちら外の映像こんな感じです。よいしょ、切り替えるの。あ、こちらせいかちゃんです。こんな感じです。本当に荷物でかいね。なんか見えてきたんじゃない？あれビーチっぽくない？こちらが謎のアーチです。なんかね、ただでさえね、絵代わりが少ないんで、こういうとこ大事にしていきたいと思います。サンビーチに向かいたいと思います。近づいてきたね。近づいてきた。お時間まだ我々3時半今人いなくない？え、待って待って、何あの青春、あそこのさ、先端取れれば勝ちじゃない？え、本当じゃない？てか開いてるよ、まだ。だってやば、靴間違えたかも。それは間違えたかも。見て、私たちの靴見てください、やばい。てれれれーてかてれーぐーえ、やばい。え、マジでそれ怖い。そこのいる、そこのいる。あ、めっちゃ海、めっちゃ海。もうね、なんかね、いつ波に飲まれるかわかんない。そこまで来てるよ。退散しよう、退散しよう。でもなんかここに立てたっていうのがいいよね。そうだね。はい、こんな感じです。では買い出しじゃんけん、買い出しじゃんけん、せーの、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。はい、行こうでしょ。はい、ということでカメラ回しながら行ってらっしゃい。一人で買えた、買えました。勇気が出なくて買ってるところは撮影しなかったんですけれども、無事買えました。今から聖火の元に向かいたいと思います。待っててね、聖火。ということで場所取りを終えました。終えました。私たちがいる場所はですね、眺めが見えますね。いい感じだと思う、うん、去年 の、 あの見た場所から統計を取って、その辺なんじゃないかと。こんな感じになっております。撮ります。はい、ということで、ちょっと分かりづらいんですけれども、こちらがイカ焼きのあれです。半身と丸焼き、4時半。で、こちらが七夕です。これがね、見て、チーズ、こんな感じです。めっちゃ美味しそうだよ。エリーがすごい重い。こんな感じです。
花火まであと3時間。3時間でも結構もう暗くなってきて、そうもうね、あのライトつけてないとだいぶ暗いので、あのこちらを持ってきたんで、我々ははい、もう余裕です。3時間、もう3時間遊び尽くします。イエイ、先にスイカ作った方が勝ちゲームです。いきます。いや、ちょっと気まずいな。気まずいって何？いいえ、こうかな。いい、くっつけ、くっつけ、くっつけ。メロン。どっちだ、こっちかな。これ、このメロンたちに未来はある？缶、ペケ、ペケ、嘘つき。うわぁ。何これ。どうも、生き延びてるな。こっちなんだい？惜しかったです。いやありがとうございました。第2弾、ご飯第2弾です。こいつは？これは牛カルビ串。あ、美味しそう。なんか去年食べてめっちゃ美味しくて。あ、そうなんだ。そうで、タンもあったじゃん。あった。タンにするかめっちゃ悩んだんだけど、こっちにしました。去年の思い出は超えられない。てか同じもん食べるもんね。同じもんばっか食べる。で、もう一個こっちに。ケツアゴチョコバナナ。顎がね、割れてるんですよ。ちょっと詳しく写真載せようかな、ね。片方だけ成長してる顎。ブドウ飴。アイサー。シャインマスカットっぽいよね。ね、めっちゃ美味しそう。ワクワク。そして、キュンパー。例のやつ。食べたことないんだよね、私たちどっちも。食べます。楽しみ。イエイ。じゃあ、入れますよ。令和からもう5年も経ちました。おお、おお。なんかすごい。モッツァレラっぽいっす。あら、いいえ。チェダーかと思ってた。いただきます。あ、はい、ということで花火の映像、皆さんいかがでしたでしょうか。めっちゃ綺麗だったですよね。めっちゃ綺麗だった。計5時間ぐらい待ったんですけれども5時間を感じないぐらい、うんうん、超あっという間。本当にあっという間。屋台出てゲームしてたらもうあっという間で、全然待ったっていうほど待った気はしてなくて、あの花火の20分間の感動で全部チャラです。そんな感じでVlog ちょっと初めてだったんですけれども、うん、楽しんでいただけていたら嬉しいです。嬉しいです。ということで以上、早瀬ゆきみと平瀬聖香でした。バイバイ。バイバイ。またね。またね。イエイ。